己の立場もわきまえず、モノノフの世を壊そうとする痴れ者よ。兄上、しばし待たれよ。私は、聞く耳持たぬわ。もはやお前が生きていることが世を乱れさせるのだ。後世の憂い、今ここで断ち切ってくれん。ほどまでにわしを憎むか。しかしわしは源氏の棟梁、モノノフの未来のためにもここで死ぬわけにはいかぬのだ。兄上、鎌倉に来たのは兄上を憎んだからではありませぬ。刀を収めてはいただけぬか。そうか、九郎。天下の計り事などお前の意ではないと申すか。わしとしたことが読み違えておった。この奥だ。さっさと行くがいい。兄上、どこへなりとも消えてしまえ。お前の顔など二度と見たくもないわ。義経様、ああ、お会いしとうございました。